お客さん。どこよ。津軽三味線。津軽三味線。なんで俺が三味線なんか弾かなきゃいけねえんだ。とにかく私はギターが嫌いなの。近頃の若いやつは根性が座ったな。はじめまして、アキラです。後継者としてお前を認めたら、あのアキラをお前にやろう。そしてあいつとこの壁の中、こんなところで何やってるんですか。三味線いいかもと思って。清一郎君、去年の大会の優勝者だよ。うまい。お前今どこで何やってんだよ。日本の端っこでトラットミュージックだよ。剣のバカ。これ糸が6本張ってあればな。あるよ。ダブルネック。お前の三味線に何が欠けているかわかるか。ここじゃ。乳首。魂じゃ。打ちまったよ、そんなものは。考えるでない、感じるんじゃ。大会に出る、そんなとこどこどこ出たボロボロにされちゃうぞ。一生、俺少し変わったと思うよ。津軽三味線アルティメット大会始め。これだ、この音だ。俺の秘密兵器で宇宙の果てまでぶっ飛ばしてやる。